私に用件とは何でしょうか。今日の朝役から学校にお電話されてたとのことですが。ええ、朝2時からかけてたのですが、なかなか繋がらなくて。たまに繋がるも相手は無言ですし。その時間はそもそも繋がらないようになってますね。誰か電話に出たのなら、この世のものではない可能性が。実は先生に折り入ってご相談が。え、真昼君のことですか。はい、実は私、教師になりたいのです。真昼のことじゃない。お父さんが教師に。さよう。教員免許はお持ちなんですか。ヨーヨー検定の5級は持っているのですが。素晴らしい資格だとは思うのですが、ちょっとそれで教壇に立つのは国が許さないかもしれないですね。あ、大学で教職課程を受けられてたとか。あ、いや、どうだったかな。え、私高卒でした。今のは一体。